またこういう変なとこから湧きかよ。なんやここ。村近っ。うわ、村2個目近っ。あ、ハワイさん来た。ハワイさん来た。どこだよここ。変なとこで湧くんやけど、なんか。いや、おかしいだろ、これ一番高いとこじゃねえかな。ニャクさんどこ？あ、湧いた湧いた。なんだ。あ、村近っ。はい、というわけでちょっとお集まりください。ってことでね、近い何も見えん、何も見えん、あ、まあそれは確かにな、その通りで。ね、前回の初心者マイクラは2020年の4月20日が最後になりまして、投稿がもうね、1年以上の月日が流れたんですけど、はい、ね、またちょっと再開していきましょうということで今お集まりいただきました。はい、はい、でもう一人はもうちょっとしたら来るみたいです。はい、で、まず始める前に重大発表が2つあります。はい、重大発表、はい、重大発表が2つあります。付き合ってたって話か。ちょっとそれなうなうやな、なうやな、羨ましいよな。じゃ、ちゃうねん、そういうことちゃうねん。プロゲーマーなのか。なろうか、じゃファイさんも一緒になろうぜ。違います、その重大発表じゃありません。なんや。まず1個目、前回のワールドが消えました。なんでですか。なんで、なんで消しちゃったんだよ。重大発表に、この辺からだんだん僕も知らないですマイクラ。今までニャンクさんが初心者でやってたんですけど、この辺から僕も初心者になっていきます。うわ、はい、これを踏まえた上でね、続きをやっていきましょう。はい、ね、でワールド、僕が間違って消してしまいました。というわけで、じゃあ早速ね、村が近いんで守っていきましょう、あの村を。よし、そう、守ろう。そう、まずこっから降りることは課題だな。そうやな、ノーダメージで降りたいな。せっかくやし。いたー、はい、アウト。いやでもちょ、やめろ。あ、でもそのおかげで、いやいやいや、あ、一番高いんじゃないこれ。これ一番高い。村人いますね。とりあえず村人、村人いる？うん、村人を封印するとこからだな。封印。そう、封印、あ、ベッドあるわ。ほんまや。お、見て、ここ。何何？大量の芋。何それ？じゃがいも。じゃがいも、そんなに芋好きなの？いや、ここなんだよ。ほんまや。何ここ？かつて戦争があったの。ボコボコやで、この辺。お、どうしたん？鉄の剣見っけだ。やば。持っときよ、もう。鉄の剣と鉄のつるはし。お、やば。全員家に帰ってもらえますか？え、何それ。え、カーンならんかった。そう、この辺からね、俺も知らんからね。上はなかったんか。上は なぜか下だけ2個あったわ。下だけ2個。あ、ありがとう。うわ、ベッドええな、この黄色。ベッド取っちゃえばいいじゃないか、それもらおうかな。3人分あればゲット。もう寝る。4人分か。ここなんか村普通に広ない？何ここ、広い。パペット、パペット、俺ももらっとこう。もらうというか、ここで寝ようかな。すげえ、じゃあさ、これ麦9個分だよ。どれ、え、マジで、このブロック、やば。あ、ここ僕の家。僕の家。僕の家にしたわ。なんか頭かぶっとるし。あ、ゴーレムいる。早いな展開。ここの何や、このトイレみたいな。え、何これ、教会じゃないかな。え、調合台。あ、そろそろ火くれるぞ。あ、まだ夜じゃねえや。え、マジで。岩さんもベッド置いとけよ。俺どっかにね、ベッドがあったんやけどな。ベッドある？ほら、ベッド置いてくれる。おざらし。これ夏やったら蚊に刺されまくんで俺。蚊のバイキング状態になってる。まだ梅雨だから。なんなん、あ、寝れる寝れる。俺みんな多分出た瞬間頭ぶつかるかもしれない、気をつけて。よし、あ、大丈夫、平気だった。よいしょ。あ、移動してる。というわけでですね、まあ、とりあえず村を守って、これで前回に追いついたよもう。これや。ほんまやな、一瞬。とりあえず資材と食料、じゃがいもも、まず畑でじゃがいも埋めちゃえば。今まだ食料がないから地下潜っても長時間潜れ。そうやね、食料が先やな。さて、
じゃあ俺下で。何やこれ。なんかジャガイモに対して豚が。あ、え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 、豚ってジャガイモなん？美味しそうにこっちを。あ、ほんまや、豚や。あ、豚ってジャガイモなんや。ジャガイモいけるんだ。あ、ほんまや、めっちゃ。ほら、ほらほらほら、めっちゃめっちゃくん。豚捕らえればいいんじゃないの？ほんまや、豚入れちゃいや、あそこに。豚入れ、ほら、そこに土入れとこう。だから。そのままそうやな。その土経由して。あ、でも豚むずい、豚むずい。いや、その土で飛び越える。でも豚入れんくね？いや、豚もその土飛び越えるから別に。あ、マジで？あ、そうかそうか、1段やったらいけんか。詰まってる、詰まってる。詰まってる、詰まってる。ニワトリが出ちゃう、ニワトリが出ちゃう。ニワトリが、ニワさん。いや、こうなったらニワトリをこっちの種でおびき寄せる。よーし。よしよし、いい子だ、お前たち。お前たちいい子だ。あ、ニワさん、中の豚が出た。ああ中、中、とりあえず中、とりあえず中。よしよしよし。豚増えたよ。食ったからそっか。いやもうだからこれが正解だよ、ね、これこれこれが正解。あ、いいねいいねいいね。なるほど。あ、うまいうまいうまい。おお、そう、俺がちょっとオーケーオーケーオーケー、ナイスナイス、入った。じゃあ土、じゃがいも変えて。じゃがいも変えた。そういう時はね、羊毛があるとね解決できるんだけど、羊毛が今ないんだよ。さあ、あの彼一番マイクラ歴が短い。これどうやって出ればいいんだ。おじゃ、違う違う違うよ、それそれの別のチャンネルやから。それ言ってたら、あの体緑色になってくるから、あかんって。あなたもう緑なんだよ。え、あ、ほんまや、俺が。もうこれぐらい余裕ですよ。まあね、できますよ。じゃあ戻れよね。初心者じゃないですから。ついでにクワ、クワでも作って。あ、セクワや、クワ。そうそうそう。あの真ん中にあの作業台置いてあるよ。いや、それでスーパー作業台ってこう、こう2マス持ったって。スーパー作業台。いやいや、じゃないよ。そういうのないよ。スーパー作業台。騙されるな、ニャンコさん。それは違うぞ。ないぞ、そんな。え？スーパー必須作業台なんてないぞ。うすやん。ほんまほんま。ほんまやほんまや。何がすごいってね、上の段でも下の段でもね、アクセスできるんだけど。はぁ。いやいや、なで、作業台元から全員同じのにアクセスできる。騙された。ちょっとあの、バイさん、変な知識入れるのやめてもらっていいですか。あ、もういけんじゃんね、これ。あ、寝れる寝れる。寝るぞ、急げ。寝ろ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 。おい、僕のベッドで寝るなや。あ、これニャンコさんのベッドか。おおこや。すまんすまんすまん。俺の多分これなんか俺のベッドすごい猫が懐いてる。あ、石炭や。え、石炭ってこんなんやったっけ。ちょっと変わってると思う。あ、変わってる。なんかめっちゃ黒いぞこれってさ。どこまで。あ、水は、だね、お待たせい。リスの近くにいるからまだ。地図を頼りに行ってくれ。ちょっと、え、なにこれ。え、原鉄ってなにこれ。ああ、そうそうそう、なにこれ。え、これってなに。え、今までの鉄鉱石みたいな感じでいいの。うん。ってことでミクさん到着です。おい。とりあえず重大発表2つだけさせてもらったんで言わせてもらいます。はいはい。まずあのワールドが消えました、前までやってた。はい。で、ここからあの僕もちょっとよく知らないんで、僕はニャンコさん側の人間になりかけていきます、どんどん。ああ、なるほど。いわゆる初心者がますね。はい、以上。ちなみにミクさんどんぐらい把握してんの。結構結構結構こう。何ここ。あ、もういけますよみたいな。もういけますよぞ。もういけますよこれ。あー、すげえ、もういけますよやん、これ。何これ。どうだ、行き止まりやないかこれ。あれって何？あ？あの教会みたいなとこ来てやんぞ、そっちは。教会 OK。 なになになに、これクワガタか。どうした？あ、こっちこっちこっち来て。これあれ。どれ？ほらクワガタ。あ、クワガタや。クワガタや。え？あれ何？クワガタって共有意識な。共有意識。ちょちょちょ。あれ何？キラファノコギリクワガタじゃない？
あれもしかして何これ何えこれ1個前のアプリぐらいからあったかな。えこれ、これってあんの。えこんな感じであんのこれ。そうこれって何。えこれはね、なんか別にこれも特に意味があるわけじゃないんだけど、なんかにゃおさんがまだ知らない世界の要素がこっちの世界に入ります。うおー何何うわぁうおぉおぉなにこれ効率さん金なんだよな。金シャベルかものすごい勢いで掘れるんちゃう。さささささささ。金が耐久力が少ないけど。いやマグマあるって聞いてないって。いやオレンジのブロックだね。オレンジのブロックだね。知る。パありがとう。パありがとう。パマジでありがとう。パスパス。あヤコさん鮭だ。うえ。びっくりした。めちゃ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 鮭。誰か塞いでマグマ。塞いで塞いでくれ。ちょっと頼む。事故する事故。それで塞ぐなって。それでクラブと台で塞ぐなって。まあいいけど。燃えるってこれ絶対。これは燃える。笑わあかん。鮭追いかけてるし。一人も。まあこれは多分後々また来ることになるとは思うから。ちょ、な、何俺ら当たりの島引いた？翼さん、その海底をよく見るんだ。あ、海底？中に入った方が見やすいかも。海底？いて、いてて、何？ゾンビやドラウン。ゾンビの他に何かがいる。え？鮭？鮭じゃない。あ、おる。何？何がおる？います、います、います。ほらほらほら。あ、本当だ。何？あれ？え、攻撃してる。なんか戦ってる、戦ってる。グーチョキパーで何作ろう、何作ろう。左手がパーで、右手がパーで。負けた。負けたぞ。いや、毒ってる、毒ってるだけや。マジで？マジで？ゾンビ倒そう。ゾンビが強い。ほら、陸上に上げたらこっちも待っちゃう。とりあえず、陸上に上げないと。おい、倒した、倒した、倒した。あ、生き返った。え、これもしかして。左手がパーで、右手がパーで。パーパー？ルーパー。パールーパー。パーパーって。この場所濃いな。行き余るしな、向こうに。だって食料の確保。まず、しゃ、しゃけ取んなでも。しゃけ、鮭ハンターか。でも、じゃがいも。一番育ってそうなやつ持ってみる。これでっかいやついいのかな。えい。大変。あ。お、2個出るかな。3つ出たね。あ、それで、そう。1個、また1個は植えとく。ちなみに、じゃがいもは割と食べても、焼いたりできるよ。先生も。なんだ何個か入れてるな。うまそうな。ウェイクル、あれ。ごめん。行っちゃった。ごめん。何ができるかなと思ったら。お前、ベイクとポテト出てきた。ごめん。すごい。俺、そもそも焼けるかどうか言うのも悩んだのに。ベイクとポテト。俺がリズミカルに言ったばかりに、ちょっと最後の言葉を埋め上がっていいところだけ持ってきやがった、こいつ。ベイクとポテト。津田さんももう初心者だから、もう知ってること言いたいんじゃん、初心者として。いやいや、僕初心者ですよ、僕。何も知らない。津田さんもやっぱ、コメント欄に言いたいことが。コメント欄に知ってることを言いたい。俺、ジャガイモでベイクとポテトできますよ。コメントで。俺、売ってるかもしれん、俺。なんか、にゃんこさんが言ってることに対して。にゃんこさん、それ何々できますよ。俺、コメントしてるかも。別赤とか。かもしれん。別赤だよ。もうそろそろいけるかな、地下。食料。もう行ってもいいぞ。食料がね。とりあえず、ベイクドポテトがありますよ。なんか、ちょっと、心が。津田さんに教えてもらったベイクポテトがあるよな。そう、ベイクドポテト焼いて。やべ、心が。津田さんに教えてもらったベイクドポテトが。心がやられる。よし。キラキラのクラゲみたいなことに。お、え？新要素ですよ。え、嘘？今回のアプリできましたよ。それ知らん俺も。さっきの溶岩のやつのとこに飲んで。マジで？新しい。キラキラクラゲは俺も見たことない。誰も見に来へんねん。
新要素だよって聞いたからああそうなんやってメタル食うのかなと思ってんだけど真逆に読む溶岩の上に置いてた藁が燃えとる。あーあ燃えてるんかよ食らえ。おおうわすごいすげえすげえすげえ何何何何何うわ見に行けばよかったマジすげえすげえおお、ま、なんかでマジ見に行けばよかったわそれ走ればいいんじゃないか今からまあ、迷うかな。もう終わったわ。もう終わった。二発で終わった。あ。え？え？何何何？え？ニワトリ卵投げたら4匹出てきたんやけど。4匹？え？やば。確率低いな。4つもだ。このやつでも借りればいいかな。そろそろなんか食料できそうやな。うん？もう俺大量にまた村に村のあのわらブロックを持って帰るから。待て待て。パンがたくさん。ん？どうした？いやなんか狼を手なずけてたわ。動いたらいいってこと？いや違うこれは違う育ってほしくないなんか周りの栄養吸い取りそうこいつジュルルー吸い取りそう周りの栄養を吸い取ってそうなんかやばそれもやわそれ一番吸い取るやんそれ大木なるやんそれ